それでは読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。さあまず1球目、初球空振りです。いいまっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか。ファウルになります。ツーストライクです。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには指名打者の大谷、山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上山本、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。打った、高く上がった、ぐんぐん突き刺さった、先制。いや、完璧。初球ボール。変化球、タイミング合いません。これが3球目。打ちました。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。4番バッター村上、ツーアウトになっています。初球ボール。スピードボールを持っています。2球目打ちました。この打球はフライになっています。さあ、これからライオンズが守備につきます。バッターは山田、先頭バッターとしての仕事をしたいところ。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った、取った、一塁送球、走り。大きく変化します。得意のボールでストライクを取りました。落ちる球できました。ファウルになります。低めは外れました。見逃し三振。バッターアウト。バッターボックスには3番岡本。ツーアウトランナーありません。初球ボール。156キロがいきなり出ました。外れました。ボール先行です。あります。これは内へ外れます。インサイド落ちました。ヒットになった。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。低めに外れてボール。さあ3球目は何か。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後も長くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。見逃して三振になります。際どいコース決まりました。本当に低め低めを意識した投球でしたよね。はい、怖いバッ。2回表に入ります。ライオンズの攻撃。バッターボックス岡本。ライオンズ1点リードで迎える中盤の攻撃です。よく見ています。ボール先行です。次が3球目。
ボールになります。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。インコースに切れ込む変化球。3球目は何で来るか。打者の内角をえぐるような投球でした。さあ追い込まれてしまいました、まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね、外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね、そうですね。さあ何を狙っていくか。打ちました。これもファウル。さあ7球目は何か。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている中田。ワンアウトランナー1塁です。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打席には8番バッターローズ。2アウトになっています。打ちました。セカンド取った。1塁アウトで3アウトチェンジです。2回の裏追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは5番吉田。ライオンズ1点リードで迎える中盤です。ここでライオンズ守備を変えてきました。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。高めスライダー外れました。ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。見たんですね、はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ツーボールツーストライクです。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね、はい、インコースわずかに外れてボール。スリーボールツーと打ちました。坂本アウト。ワンアウトです。バッターボックスには6番村上。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。空振りです。スピードボールを持っています。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。バッターは7番に入っている古田。ツーアウトになっています。初球時ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー1塁。打順は8番坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った。サード取った。1塁アウト。3アウトです。3回に入ります。ライオンズの攻撃。バッターは9番に入っている小林。ライオンズバッターボックスには代打のオースティン。ファウルになります。いや素晴らしい球ですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。打ちました。坂本アウト。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター糸井。先ほどの打席はファールフライに倒れています。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。サード取った。アウト。ツーアウト。バッターは今日 DH に入っている大谷。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。いや貴重な一発でしたよね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね、そうですね。2アウトランナーありません。いいストレートですね。アウトローのストレート、空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。取った。1塁アウトで3アウトチェンジです。
これから3回の裏ジャイアンツの攻撃です。バッターは DH ソト。ライオンズ1点リードで迎える最終回です。打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って山田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神中川がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常にインサイド打ちました、ヒットになった、同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー1塁です。2番バッター柳田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁ランナーはそのままです。